おはようございます、ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。精神科に明日行くんですまあ過去に話したんですけど、精神科の話はちょっと過去にしたんですけど、精神科に明日行くんですよ。特に行きたくもない精神科ですね。ね、かつあーのですね、あーのですねじゃなくてさあーのですね、来たよ店長や来たよ店長、バギマの店長や、バギマの店長、これからやったよ、バギマの店長来たから、こいつが俺を世界作るから、こいつが俺を世界作るから。僕の実況においてですね、まあなんて言うんですか、思い出のあるモンスターって多いと思うんですよ。キースドラゴンとか。そしてね、もう一体思い出のあるモンスターがいまして、これは実機時代もいました。ガーゴイルです。僕の実機時代使っていたモンスターがガーゴイルやホースデビル、シルバーデビルなど悪魔系統が多かったんですけどね。その中で、ガーゴイル、しかもこの実況、僕の今までの実況を通して、ガーゴイル、かなり思い入れの強いモンスターとなっております。キースドラゴンに悩んで出るの先でしたからね。はい。もうシャープのなんか、一桁の時からね、普通にガーゴイルいましたからね。で、あの本編にもさ、大魔王討伐で活躍したりとか。もう実績が、だから目立った実績はないね、なんか。なんか、サムネになったりしたけど、なんか、めちゃくちゃ強いモンスターでもないし、ぶっちゃけ言うとこのゲームではどっちかというとジャッキャラです。はい。まあ、いろんな短所があるんですけど。で、今回はですね、ちょっとガーゴイルを輝かせる動画となっております。よろしくお願いします。さあ、そんなガーゴイルと愉快な仲間たち、ナイトリッチとヒキリサキピエロ、うん、横の圧が違うね。違うね。横さあ、ガーゴイルを輝かしたい。なんかガーゴイルは、を入れたチームで、なんかいいチーム作りたいなと思って今回はね、動画撮ってます。その結果横がとんでもないことになってしまいました。おかしいじゃん。それはもう横2体の力になっちゃうよ。さあ行きましょう。鮮やかな剣技になっちゃった。間違えた間違えた。ゲルビーの違う、鮮やかな剣技違う。それ、それライアンチャレンジ。それライアンチャレンジ。で、鮮やかな剣技やめた方がいい。ね、お供にはね、ナイトリッチとキーサキピエロを言った理由なんですけど、あの、呪文チームが発動してます。ちゃんと。行くぜー、シングルフォーギャー、風景風景、イエーイ、強い強いぞね、モンスターマスターであることがね、最大の利点です。ガーゴイルっていうのは鳥と悪魔両方の相性を持つんですよね。あ、キサキ狙えるんだ。ね、鳥系と悪魔系の両方を持つんですけど、そのおかげでモンスターマスターの称号においてね、賢さがすごく上がります。まあ、称号効果出しとくわ。うん。さあ、行きます。見とれてしまう。鮮やかな剣技です。はい、行きます。いいよいいよ、かっこいい、ほい、かっこいい。あー、ひでえな、これ。なんか、切り裂きビール狙われるんだったらさ、マスターズボスキャン変えた方がよかったな。ちょっと微妙だったんだよね。ね、ガーゴイルはモンスターマスター称号で大幅に強化されており。うわ、強っ、お前強いな。ね、ナイトリッチは単体スペックにも優れます。まあ、どのチームと組んでも強い。しかも呪文チームでもありますからね、今回はね。さあ、呪文チームで上がった賢さと、鳥悪魔称号により、上がった賢さが強いんじゃと。行きましょう、こちらも負けじと。ジャグリングより行くぜ。はい、で、よいしょ、はーい、イェーイ、強っ、ははははは、切り裂き強いね。ね、今回は呪文チームでもあるからね。あ、ナイトチ、大丈夫、ナイトベースしてる。ちなみに、荒野ダンジョン。で、呪文チームということで、キースフィールとナイトイッチは相性いいんで、別にここガーゴイルじゃなくてもいいんですよ。メーダとかの方がいいっす。なんだったら。はい。なんだったらメーダの方がいいっすよ。まあ、なんかチーム論的に言うんだったらメーダの方がいいんだけど。うん。そんなこと言わないであげてって話なんですよ。うん。僕はガーゴイル、僕はこのね、この実況を通してね、ガーゴイルを使いたい。お、来た、リーサル行こう。さあ、ガーゴイルと、キースキピエロたちを混ぜた理由がね、まあ、ちょこちょこ分かってたと思うんですけど、賢い方なら。ガーゴイルを活躍できる場所。それはね、必殺の対応が多い、この子が。来たこの3体じゃねダメだったんだよ。行きましょう。3名1体。やはり、シャープのいくつで振ったかな、エーターのアセス。
行くぜー、ガンガンかっこいい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 な、真ん中のお前。エターナルスラッシュー、せーの、決まったやったかっこいいじゃーん。はい、恒例のダンスカーニバルです恒例のダンスカーニバルですね、どう見てもあれはモスてしまうか、モスかなるほどね。ガーゴイル今回はね、だいぶ活躍できるんじゃないかな。で、普段使わない滑空好きとかも必殺技のね、あのオプションになるんで、まあ滑空好き、うん、そうだね、鳥悪魔は賢さが上がってるからね。なんでこのキズタキピエロたちのデインとね、ガーゴイルのバギマが火力いいで、いや本当に出んな。で、ナイトウィッチはどっち使っても強いですからね。もう威力ケースもすごいし。いくぞ、バギマン。シングルのシモンゲー吹き抜ける強い強い強い賢さが悪魔神官並みになってるからね、多分。数値的には悪魔神官と同等みたいなもんだからね。で、風呪文ってのが強い。割かし。ああおいおい、リッチ、情けない。それは情けない。マジでそれ情けない。ちょっと、ナイトリッチ、めちゃくちゃ情けないぞ、お前、今、お前。強いという枠で。強いという枠で入れたのに、俺、お前を。ガーゴイルはもう、もはや、子供みたいなもんなんよ、こっちからすりゃ。こっちからすりゃ、ガーゴイルは子供みたいな、もう、それをね、あの、どっちか、かなりね、強めのモンスターで、ナイトリッチやね、キエサキピエロと一緒にいることによって、その進化を発揮すると。ガーゴイルはオプションみたいなもんよ。でも、ガーゴイルはちゃんと輝く場も用意したいってわけですよね。単純に、え、待って、必殺技爆発した、こんなことあんのか。ガーゴイルも早いと思ってんの。そういう意味さ、必殺技のせいやのにさ、ガーゴイルも早いと思ってたのに、お前が先撃つんかい。やめろ、お立ち台を踊るな。あら、綺麗。踊るな。よし、こっちも返すぞ。反撃の動詞上がりました。行きましょう。行くぞ、みんな。合わせろ。エターナルスラッシュだ。行くぜ。見てて楽しいわ。必殺技の打ち合いになるとは思わなかったよ。あ、オッケー。お、意外とこのチームしっくりきてきた。あれ、なんか嫌な予感がする。すげえ嫌な予感するんだけど。なんかすげえ嫌な予感する。やどうしたの？怒りの魔人です。これが本当の。いきます。山のように大きな魔人の一撃。いくぜ、踏みつぶせ、どうだ。ちょっと待て、おい。何しに来た、本当に何しに来たの。でも、ガーゴイルたちね、これ大魔王いけんじゃねえかな。主にナイトウィッチ的な意味で。初めのシャープに活躍したようなモンスターがね、今、いろんな編成を自分がね、いろいろ作るようになって、そしていよいよね、魔王に挑みましょう。おお、魔王、まあ、確かに魔王だな。うん。うわー、バラモンスかー。いやー、きつそう。さあ、大魔王カードをスキャンしているの調整になりますんで、まあ、1戦目は魔王になってます。ということは何を出したかはもう皆さん、賢い皆さんなら想像つくかもしれませんね。で、ガーゴイルはですね、厳しい点がありまして、まあ、バギマが通る相手だ、うん、なので、バギマ通るかな、バラモンスに。ですよね。バカみたいに硬いんだけど、やっぱ卑怯者だな、てめえ。まあ、でも大丈夫、キリザキピエロやってくれ。キサキくん、やっちゃってー。デイヨション、ハーヨション、イェー、強い。打点は大丈夫だね。もう打点大丈夫です。で、厳しいのは、あー、これ。ガーゴイルはね、厳しいですね。魔王の攻撃中も全てがダメです。あーガーゴイルっていうのは実は、この見た目のくせにですよ、暗黒弱いです。悪魔系なのに暗黒に弱いっていう、ね、ごく稀に、マジでごく稀な一体なんですけど。なんで悪魔系なのに暗黒弱いの？お前、ハドラーの部下だよ。ハドラーのさ、部下のさ、もう末端中の末端でしょ。暗黒ぐらい強く買ってくれよって話なんですけど、本当に。おでこに A とか B とか書いてそうですもん。でも割となんかね、実機時代なんで俺こんなにガーゴール使ってたのかなって感じです、本当に。いや、で、その愛着があるんだもんね。キースドラゴンよりもしかしたら付き合い長いって言えるかもしんない、だから。今はでももうキースドラゴンの付き合い長いですよ。避けて！あ、クソ黒か！うわぁ！まあ。まあ、ね、横には、今回大魔王攻略っていうことを考えるんであれば、隣にナイトリッチやキースキピエロがいるっていうのがね、でかいですね。そのおかげで、うん。まあ、全体呪文なら経験できます。
大魔王の呪文は大体全体攻撃呪文なんでね、軽減できるんですけど、暗黒そのものに弱いのが問題で、どういうことかっていうと、さっき邪悪の角みたいな単体攻撃技あったじゃないですか。こういうのが、あ、USA! ハメスローターおーい、なんで切り裂き止まってんだよ切り裂き止まんねえだろ切り裂きあの、ね、今回の、ちょっと、今回の動画の概要分かってくれない君たち。ガーゴイルっていうのは、ある程度、ごめんなさい、言います。情けないんです。ある程度ガーゴイルって情けないんですよ、存在。それを、ね、優秀な状態獣体制やね、デインの火力が凄まじいね、切り裂きピエロと、すべての体制が凄まじい、チートケア、内連職のことでね、もうなんかもう、本当になんかガーゴイルお前、ハトラの速記みたいになっちゃったな。あ、ご指爆、ご指爆炎だ。大丈夫。それは大丈夫。うわぁ、もう、ガゴイ300やってたぞ、今、お前。情けない。ちょっとガゴイがどんどん情けなくなってくるんだけど。今回、だから、ガゴイこうなるときついんだ。きついんだ。単体攻撃とか来たら、ガゴイに。もう本当に避けるしかない。厳しいチャレンジだな。さあ、伝説勇者に来ていただきましょう。まあ、魔王戦も結構ギリギリの、なんか、いくらなんでもちょっとこれはギリギリすぎないか、魔王戦。この低たらくだと大魔王が大魔王戦で一瞬で蹂躙されそうな気がしてきた。さあ、来ましたよ。思い入れのあるモンスターとともに。こいつがガーゴイルは絶対知らない世界に、いざ勇敢ガーゴイルからしたら、完全初見なはずです、こいつは。ナイトエッジや桐崎くんは、まあ、会う可能性がありますしね。桐崎ピエロは、主に武道として会うね。桐崎ピエロはね、武道と組むと本当に強く感じるんだけど、モンマスで使うとちょっとね、なんかね、パンチが足りないみたいな。HP が低いしね。まあ、ただ、デインフォー、うわデイン、待って、意外と硬いな、お前。大丈夫、お前、バギマ弱点出る。弱点ではないけど、そこそこ出るだろいけあー、まあ、変なアベレージだな。さあ、ガイストラッシュか。基本的に攻撃が全部ガーゴイルはめちゃくちゃ食らうからね。避けてくれ切り裂きとガーゴイルの回避に全てがかかっているうわぁ !500 くらっとるちょっと暗黒に弱えからな。おもう、なんと一夜情けない。ナイトリッチは情けない。ナイトリッチは情けないし、警察ピエロはもう流しすくむし、ガーゴイルは食らうし、なんだこの企画は。頑張れよ、お前らはもう。なんで情けねえんだよ、おめえらまで。ガーゴイルだけでいいんだよ、情けねえのは。実機時代は愛用してて、白目大魔王だったらいろいろ倒せたんですよ、ガーゴイル。なんだかんだでね。まあ、バギマが単純に使いやすかったし、ノーマルで手に入っとって、モンスターマスターで。まあ、実機時代って、今みたいにマスターダブル付けの何でもできる、まあ、何でもできるってわけじゃないんですよ。まあ、大魔王カードみたいなのは後半だったしね。オッケーまあ、オッケーと見よう。次のターンどうする？ちょっと、次のターンね、やばいから、デッドリクローとか来るから、応援とかで避けるのありかも。避けよっか。ちょっと応援使います。応援使って、DSC 使おう。DSC の力借りよう。もうガーゴイル何でもいいから勝てお前。手段を選ばん。勝つならば。行くぜデッドリクロー避けよう。実機時代はね、レジェンド大魔王カードとか SP カードとかなかったからね。さあ、ガイストラッシュそっちに行ったか。デッドリクロがガイストラッシュの中で。さあ、応援パワー入りました。避けてくれ頑張れよっしゃしゃなみんな足合わせたね。今、みんな足合わせた。これでかいよ。みんな足合わせたね、今のは。で、とどめ打点も足りそうだね。デインとバギマでアベレージのを取っているのでかい。おお回転したすのな突撃いくぜ格付けおお行くぜははかすみてえなダメージ取る。大丈夫。なんだったら次のターンにちょっと勇気貯めたいね。さあ、打点は足りそうです。打点は足りる。二人が呪文なおかげで。で、さっきの全回避もマジででかい。一回攻撃無効だもんね。さあ、でも、どうだろう。よし、いいよ勝てるかもしれんぞ、お前ら。うわぁ、ここに手つく波動かー。これはねー、勇気たまんないね。
5ターン目にかかったよ。ガゴイル。おめえの知らない世界見れるかもしれないでも。5ターン目の技がドルモーアとかだよね。ドルモーア。ガゴイル暗黒に弱いからさ。ナイトリッチが違う。もう、それはもう、切り裂きとナイトリッチ経験してくれ。なんとかガゴイルの分。うん。それしかない。頼む。5ターン目実感の危険性はない。ワンチャンある。マジでワンチャンある。さあ、このターン相手の攻撃を耐えたら勝ちみたいなのがありますね。ガーゴイル。初期のね、初期のところは実況でよく使ってたんですよ。でもまあ、どんどん使われなくなって。サムネにもなったんだ、おめえは。おめえはサムネにもなれたんだよ、ガーゴイル。俺が、君の勇姿は見たいんだよ、俺は。頼むぞ!おぉ!どうなの?え?いや、でも、ナイトイッチもいいし、ナイトイッチ未行動やろ?いける!全員止まってもなんとか、うん、44。勝った。お前に悪夢を見せてやろう。強いのは私だったということだ。ガーディス、気に病む必要ないよ。ナイトイッチが強いんだから。結局そこに落ち着くのね。さっきやられた恨みは晴らしに来たぜ。お、ゾウマ様!ほっぱい!ゾウマ様のちょっと、バラモスさっきの恨みじゃん、完全に。蹂躙された恨みは晴らしに来たぜ。行くぞ、ゾウマ様!ブラガイアス!さよならだ。はい!よっしゃ!勝った!よく勝ったね。正直、モーシャの投げ切りよかったわ。ドルモアだったら死んでたぞ、お前。どうだったんだろうな。ガーゴイル700くらい勝ってたかな。暗黒弱えからな、お前。でもよかった。実績残したね、ガーゴイル。よかったじゃん。うん。これからお前どんどん誇っていいよ。誇っていこう。ナイトリッチと一緒にね。